シャドウ見とって思ったのが、ジャブで下がったじゃないですか。ジャブジャブで下がって、ジャブジャブ下がってストレート、フックっていうシャドウもちょっとやっとったじゃないですか。はい、でそれをやるのが結構ロープ詰まったりすることが多かったもんで、はい、せっかくやっとることはいいんだけど、もったいないから、ダブルジャブで下がる、下がる。で、足をちょっと斜めこっちに出すんですよ。そう。で、そこでストレート打って、右フックでダッキングして回る。打った後は相手も左フック返ってくる可能性あるもんで、フック打ってそのまま横じゃなくて、フック打った勢いでしゃがむ、しゃがむ、しゃがむ。フック打ってしゃがみながら回る。ってやると相手の左フックをかわしてるって言って。わかります？自分は右フック当てたけど、当てて終わりじゃないんですよ。気の強い人やったら、右フック当てた後にそう、左フック相手打ってくる可能性あるんですよ。当てられながらね。で、体を入れ替えて、自分がロープ背負ってるでしょ。それを、ダーン打って体回転させて、はい、今は斜めちょっとこうまだ完全に、ま、真後ろ取れてないけど、はい、まあつま先でもいいから、はい、最初はそのかかとで回らずに、はい、左足外出してストレート右フックでちょっと前出す、そうそうそう、要はもう一回転みたいな、その相手のそう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 ってやれば相手の真後ろ取れるんですよ。あ、要は相手がロープをね、はい、こう要は自分を追い詰めてくるもんで、はいはい、それを、ま、足を真後ろに出すとロープに詰まる。あ、その左足を斜めそこ出してストレートバー打つ、その時も感覚をもう一回、ま、後ろ下げた分ちょっと前に持ってこない、ダーンでドン、そうで右フック打つ、でつま先前に出す、そんでそうそうそうってやるとどうする、なるほど、はい、で頭を絶対そのフックを引っ掛けた後は、はい、そのロープ系の練習するんやったら、はい、その右フック打った後ストレートで右フック打った後しゃがんで前足出す、しゃがんで前足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 としゃがむしゃがむしゃがむ、そうでぐるって回転で、そういうことそういうことそういうことで、それをな、ま、半分じゃなくて1回、そうそういうことそういうことってやったらどうする、はい、真後ろ取れるじゃないですか、そういうことそういうこと、だから味方によってはロープを背負ってると不利に見えちゃうからもったいないんで、だから逆にそのロープが背負ってるけど足がロープに当たらんようにちょっと斜め下、斜め後ろか、斜め後ろに入れてストレートでフック頭入れて、そうってやるとどうする、あ、なるほど、今入れ替えたじゃないですか、はいはいはい、そういうののシャドウした方が、ただロープギア攻められてちょっとさばいたわみたいな感じよりも、はい、ロープギアだったけどあれ体入れ替わって、はい、あれ不利やったのに有利になってるみたいな方がよく、よりよく見える、はい、お、なるほど、そういうことそういうこと見せ方、はい、うん、なんでそのイメージのどういうイメージしてるのか、シャドウが、あ、体を入れ替えてるんやなっていうのの方が、はい、うん、より実践的というか、はい、なんでジャブで下がりながら下がりながら斜め後ろ、そうね、ストレートフック回るって感じでほらできた、はいはい、とか、あとダブルジャブ打って思いのほか相手が突っ込んできた、はい、そしたら左足を斜め出すアッパーフックで回るって感じで、あ、下ね、しゃがむ、そう、ダッキングは癖つけた方がいいね、あ、フックで終わると顔面自分も相打ちでもらうで、あなんでターンターン、そう、そうそう、そのパターンでしゃがむのと、あとその下がりながらアッパーも覚えた方がいい、あーターンターンで斜めアッパーフックで、そういうことそういうことそうそうそう、ポイントはそのあフック打った後に前足を少し前に出さなあかんですね、その場で回るっていうよりは、はい、打つ打つで前足をそんでちょっと斜め前に出してしゃがんで回るってやるとどうする、その場で回るとなかなかバランスも崩しやすいもんね、あ、うん、もったいないよっていう、はい、だからその足の使い方やね、足長いからさ、はい、そのちょっと下げるだけでめっちゃ距離できるもんで、その要は自分が思ってるほど下げんでいいってこと、はいはいはい、要はちょっとでいいからそれを真後ろに下げるのか斜めに下げるのかで全然変わる、おなんで今までは多分真後ろに下げすぎやもんで、はい、すぐロープ詰まって、はい、下手すりゃロープでバランス崩れるし、はい、見た目も悪くなっちゃうから、なんで自分がどこにおるかっていうのを、はい、そのシャドウやってる時とかでも真ん中にいるのか端におるのか、はい、この辺に やったらもうロープ当たりそうかなっていう空間把握した方がいいですね、あ、なるほど、そうするとそのあ今ロープに全然当たってないから、はい、あこの人分かってるんやみたいな、ロープにバシバシ当たったらこの人空間分かってないからみたいな感じになっちゃうから、はいはい、だからちゃんとその考えながら、そうそう、イメージイメージの方が面白いですよ、面白い、はい、何も適当にやってるよりは、はいはい、なんでダブルジャブ打って小さく、そんで、そう、で、そんでフック、頭入れるね、頭入れる、そうそうそうってやると、より危険がない、はいはいはい、相手が相打ち覚悟で左フック合わせても、ダッキングでかわされるから、だから体流れてロープ行くじゃないですか、はい、で自分、背中取ってるから、はい、はい、で、その、さばいて、フック打って、
はい、ダッキングした、入れ替わったで、相手バランス崩したらそこからワンツーとか何でもいいじゃないですか。なるほど、もう打てるじゃないですか。おそういうイメージ、そういうイメージ、はい、だからせっかくうまかったんで、はい、あとはもうそのなるべくそのロープ際もいいんだけど、はい、ロープに当たらんようにって感じかな、はい、なるべく当たらんように、はい、当ててそのロープの反動とかで攻撃とかもあるんだけど、はい、まあまあとりあえずまだ難しいんで、うん。